びっくり。震度3ですね、こっちの方は。こっちの方は震度3です。そう。この地震による津波の心配はありません。よかった。4時39分ごろ、東北地方で最大震度4のやや強い地震が発生しました。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されています。地今日は地震震によの、る津波の心配はありません。この地震による津津波波のの被害心はありま配せん。は震ない度っ4ていうをこ観とで測すしたとね。お伝えします。震よ度か4っが岩た。手県沿岸南部と内陸北部、内陸南部、宮城県の北部と宮城県の中び部っです。くりー。そしてこのものあるね、震地度5震。を観測したのがなんか、青森県三八何か村し北部、ら。岩手県沿岸北部、宮城県南部、そして秋田県津波能の登心半配島、はないっていう仙台こと南部、でし岩手た。南部、よかっ山口た。県の村山地方でも震で度5も、弱、ちょくちょく余震あるかもしれないので、岩皆手県さ北部んでも震も度気をつ5けてく強だを観測しさました。い。仙台市青葉区にある